早や2回歌を歌ったらね、もう早着いた。これがね、はい、あの韓国の大海神社と韓国の、当然の大海神社、大海神社、やっぱりね、あっちもね、はい、港に近いところにあったんか、青い海で大海って、そうですな、青い海ですな、はい、これがね、大海神社のところで、このお参りになっとる方がね、はい、韓国の方です。大海神社の富士子の方が、そういうわけで、それでね、顔も熱いですよ、料理のところはね、はい、坂出市の大海神社の氏子と同じように福々しいです。そうですな、やっぱり小原紅はそうでしょう。私なんかね、はい、昔風のみかんつぐじおるから一つも金にならない。そうですか、大体買うてくれ。もう JA 行ってね、予防する薬は高い。草が生えるからそれを退治するラウンドアップ。もうええとこなし。それで予防したら体は疲れん。毒なこと。それであまりにもね、はい、で、おばら紅やてを分けてくれって、のうけをちょっと聞きに来たの。はい、で、あなた何本いるんですかって、私に2、3本で、あんた何よんねん。これは100本とか200本とか、そういう単位でなかったら売りませんよ。あんた何本休んどる畑があってもね、それぐらい買うてくれなんだ、売ってくれんの。やめたと。何を買うてきたかいって、ね、イチジクなんです。はい、あー、イチジク、ね、これはね、はい、あんまり予防せずに、はいはい、鉄砲虫は注意せないと。そうですね、それは白い注意、そうそうそう、はい、それでね、はい、ここへ、韓国の大海神社へ着きましたから、はい、ごめんけせばね、何か一本へ持って帰るようなものがあったら選んで持って帰りませんか。ここにこれで、これ何ですか、ちょっと教えていただくと勉強せないか。ああ、これですか。これはね、この高くいところがあるんですか、上を、これがね、神様がお宿りになるもの。これですね。まあ、神様そのものという表現がありますけど、ここに神様がお宿りになる、尊い話ですよね。ちょっと注意しないと、これ、ひらひらがついてる。これは、ちょっとこう、飾りです。飾りのような取り扱い注意っていうんですよね。ちょっとね、もう時間がね、これは綺麗ですな、紅白でね。これはね、前に先ほどから飼い主さんが使いやすいんですね。それで、前の語弊、これはね、ニテグラとか語弊と言われてる。私やあなたが好きなのはね、五平の弟の CA さん。ちょっみんなついとる。この頃ね、私たちは神社会に携わっておりますけどね、あの、さい銭箱になかなか CA さんは入ってないですわ。ジャーゲインという、あのね、ジャーゲイン。これも何でも前からね、最初も1円と5円だけ、1円と10円とかいうので、自動販売機で使えるから、みんな泥棒さんが取って、そうです。もうね、もう泥棒を買って、さい銭泥棒を捕まえたこともあるんですけど、それで駐在所に着きだし、で、お前なんで
5円や1円やは取らんと大きいに負け取るんだよ、ね、丸亀ボート、うん、ボートへ行かないかんからこれ盗みに行ったんで、それでなんで捕まえたか言うとね、私とちょうど行きようってね、それが盗んで神社から出てこうとしたところ私がちょうど入っていったんで、それでしたら違うとこ開けてすっ飛んだんやけどね、乗用車で盗みに来とったから乗用車を置いてね、田んぼの中突っ飛んでいた、だから私ずっと駐在さんと一緒に車のところで待ってて、そしたらどこよこアホが帰ってほんで御用だ、もうええ年したんかな、協定行く、家計する、金が欲しい、まあそのことばっかり言ってはいけませんが、これは、あの、これは五兵の、前の五兵、前米さん、はい、韓国から来たそういうもんですな、はい、なこれで幸せを何やね、招き故郷の人に招きましょうね、それからもう一つね、まあ、後で先ほどからね、あのここで前にね、これも前に使いやったんですな、そうです、これ私たちは扇子、扇子と言いやったんですけどね、こちら、これ、金目っていうんですけどね、金目さん、金目にありますね、金目、まあ、金目に、この辺りよくやるね、そうですね、それでね、こう金目からこう広げたら、ね、放射状に先が広がっているんですよ、はい、だからこれは縁起がいいな、ね、なるほど、交わらないですね、やっぱりこれを持って、先ほどから神主さんが舞をしようと、はい、または結婚式なんかの時はこんなもんを持ってますね、こう置いてね、姿勢を正しておりますよ、はい、それでね、これの特徴はね、ちょっとこう鳳凰の鳥がおるのが見えますか、これね、目が細く見えるのですか、私やって目が細くて向こうが見えるもう階段で面つけてきようと落ち込んだりとか、先ほどから面を持ってきたんですよ、もう過労して見えますか、はい、過労してね、これ、ちょっと、これ皆さんご覧になってくださったら鳳凰の鳥、うん、これはなかなか、あの、おめでたい、特にまた豪華なんですよ、それでね、この鳳凰の鳥を描いてあるこの扇子を